じゃ行くぜ、うんじゃ行くぜ。娘が無事に帰ってきたんだ。俺帰った。メリオダスの傷の時と同じだぜ。あの致命傷が綺麗に塞がっちまってる。恥ずかしながら医者の私にも何が何だかさっぱりわからないんだ。こうして生きてるんだからそれでいいんじゃねえのか。じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士がこの町に乗り込んでこないとも限らないからな。そうか、気をつけて。それにしても私の身に起きた奇跡といい、あのメリオダスという少年を加護するかのような現象といい、目に見えぬ不思議な力が、いや計り知れない大きな意志の存在を感じる。蹴りつけるか、バン。最近森のモンスターが村に。よし、さあ飛ぼうぜ。なかなか気になる噂だな。ずっと歩きっぱなしで疲れませんか。大丈夫、僕は結構タフなんだよ。おっと、邪魔者か。
俺に任せとけ。さあ行こうぜ。じゃあ行くか。軽く遊んでやろうぜ団長。あんまふざけてっと痛い目見るぞ。この後蹴りつけるか、バン。最近ほら、例の噂だよ。ごろつき騎士どもがいなくなってありがたい。楽しい。それやめろ。
モンスター退治してくれるの？豚にだって負けるんじゃねえか。一緒ならまずいと分かっている。よし、さあ飲もうぜ。なるほど。準備はいいですか？ああ。それじゃ出発しましょう。おいホーク、お使いに行ってくれ。何が起きてるんだい？よいしょ、取れました。よいしょ、取れました。やったね。よいしょ、取れました。喧嘩でも始まったの？確かめてみましょう。ホークちゃん、お使いについてきてほしいの。
お勤めご苦労さん。ああ、これはどうも。今のところ特に異常は。って豚？なんで豚がこんなところに？しかも人間の言葉を喋ってる？そんなことでいちいち驚いてんじゃねえよ。ちなみに言っておくが、俺はただの豚じゃねえ。残飯処理騎士団団長、ホーク様だ。残飯処理騎士団ってなわけで、この町の残飯を頂戴しに来たぜ。待て、得体の知れない豚を通すわけにはいかん。ほう、俺の邪魔をするつもりか。いい度胸だが、俺様は容赦しねえぞ。とっとと片付けるぜ。ほらほら、確かめてみるか。